風冷たいなぁ。寒い。寒は冬いなぁ。言うと思ったこれを言うなら冬は寒いなぁか。てかお前、俺にさ、なんか話すことあるって言ってたじゃん。それ何？ああ、そうそのことなんだけど、俺卒業したら上京したいって言ってたじゃん。でも、あれさ、うちって酒屋でしょ？で、俺が長男でさ、で、親父も結構年いってるから、もうすぐ後継げって言われて、東京に行けなさそうでさ、まあ、お前も知ってる通り、うちの親父って全然聞く耳持ってくれないでしょ？だからどうしようか困ってんだよね。どう思う？言うと思ったー！え？俺がお前の話読めすぎてんの驚いてる？違う。え？俺の話に対してなんかないの？じゃあもうちょっと詳しく聞かせてよ。あ、そう。でさ、まあ俺だけじゃ親父を説得できなさそうだから、母親に相談したら、なんかもうちょいその口がうまいね友達連れてきた方がいいんじゃないかなって。それは言うと思わなかったわ。おお。ちょっと待って、お前言わないの問題じゃないのじゃあ、もうちょっと詳しく聞かせてよ。お前の場合、これ以上聞いても無駄な気がするんだけどな。でな、まあいろいろいるけど、どっちかというと、親父がね、よく知ってて、逆に親父のこともよく知ってるやつを連れてきた方がいいじゃん。それは、ちょっと言うかなってぐらいだったわ。聞け聞いてるよ。聞いてない。話してる途中、相槌とか打て。相槌ね、OKOK、よく分かった分かった。話を戻すとね、まあ誰がいいかなっつって、まあゴーキーいるだろ。おいそう。で、タクヤがいいかなって。おいそういそう。で、まあ夏美あたりもいいんじゃないかなって思ってて。わあ、これまあいろいろいるんだけどね。いますよ。結局誰がいいと思う？あ、言った。うるせえ。怒んなよ。怒るよ。なんだよ。お前、俺がどんな思いをさせられるってか、わかんねえだろ。これからお前にその思いを味わわせるから、もう、なんか喋ってみろ。なんか喋ればいいの？うん。じゃあ、それじゃあね、あ、俺も、ちょっと聞いてほしいなって思ってたんだけど、バイト先が潰れちゃって、でも俺稼げなきゃいけないから、その生活費みたいなの必要なのよ。で、なんかそのためにね、潰れちゃったから俺もその新しいとこ探してて、それこういろいろ調べたりしてんの。言うと思った。でしょ。なんで嬉しそうなんだよ。おい、なんだよお前、なんで今日こんなやつに相談しに来たのかな。もう俺帰るから。ごめん、待って、ちょっと待って。何？俺もさ、なんかお前から相談受けるってなって、ちょっと嬉しくて、なんかテンション上がっちゃって、なんかあんな感じになっちゃって。あ、もうこれからは真剣にやるからね。最初からね、そう言ってくれればいいんだよ。言うと思ったー。